マイク入ってます。入ってます。どうも皆様、こんにちは。健太さんでございます。お元気ですか？雑誌読んでますか？サイクルスポーツとか、バイスクルプラスとか、ループとか、まあそういうカルチャー系のやつとかね。今回のね、サイクルスポーツのウェアコーナーがすごく良い。アソス。アソスってわかりますか？これちょっと見せた。見せちゃダメか。見せたらダメなやつか。見せたらダメなやつなんだけど、アソスってね、いうメーカーさんがあってね、ウェアメーカーで。すごくクオリティの高いメーカーさんですね。プロの選手も自腹で買いたくなるぐらいいいウェアがあって、ダイアテックがね代理店なんですけど、見ていただくと分かるんですけど、アソスっていう感じのアソスおじさんがいるんですけどね。こうやってモデルやってる人がいるとちょっと欲しい気もするけど、やっぱラファかな。まあどっちも高いっていうね。いやいやいや、もうちょっと無駄話しようかな。初日の出の旅とかやってたんですけどね、今年は多分行けないですね。初日の出の旅は行けないけど、初詣の旅は行くと思うんで、まあお楽しみというわけでね、無駄話しちゃうんだよね、どうもね。無駄話をして調子を上げていって本題に移るというね、まあ健太さんスタイルなんですけども、キャンプの話題でございますよ。はい、少し前まで自転車に、まあこういうねシクロクロス、まあロードバイク、キャリアをつけてパニアに荷物をがっつり積んで行くっていうスタイルしか僕やってなかったんですけども、そのためキャンプ道具、アウトドア道具買う上での僕のテーマは、とにかく小さい、とにかく軽い、でも機能は欲しい、必要最低限のものを詰め込むといったものがね、アウトドアグッズとか買う上での僕の中でのテーマだったんですけども、最近はですね、車にもう自転車積んじゃうと、もう自転車とかアウトドアグッズ全部積んで現地まで車で行って自転車で楽しんでキャンプをすると、そういう感じのスタイルに最近ちょっとハマっておりましてですね。いや楽しい、これがすごく楽しいんですよ。車で行くと今まで自転車ではもう絶対に無理だろうというような道具もガン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 詰めるので、そのアウトドアを楽しむ幅というか、自転車ではできなかったことがもうたくさんこうできるようになったんですよね。それがもう楽しくてですね、最近はめっぽう車にあまり興味なかった私ですけども、車もちょっと欲しいななんてね、ちょっと思い始めている健太さんでございますけどもね。そんな中で今回のキーワード、はい、ダッチオーブン、ご存知でしょうか皆さんはね。ダッチオーブンっていうのはですね、魔法の鍋と言われるですね、何でもできる万能鍋のことです。焼く、肉、蒸す、揚げる、もうね何でもできちゃうんですよ。そのダッチオーブンっていうのがあると、オーブンっていうぐらいなんで重くてでかいんですけども、車なら持っていけると、いろんなメーカーさんがダッチオーブン出してるんですけども、よいしょ、じゃじゃん、こいつでございます。僕が買ったダッチオーブンはこれ、ソトっていうメーカーのステンレスダッチオーブンというものですね。もう何回か使用してるんで、少しずつちょっとね味です、汚れてるんじゃなくてね、味がちょっと出てきたわけなんですけどもね。はい、ということで外見をじっくりと見ていきましょう。ズドン、はい、こんな感じでございます。もう鉄製の鍋って感じですよね。ダッチオーブンっていうと中鉄製の、よくアウトドアで見るじゃないですか、真っ黒のポット、ブラックポットと言われるやつですね。ああいうのを皆さん思い浮かべると思うんですけども、僕はそれではなくこいつを買いました。こちらが蓋です。外って書いてあると思うんですけどね、はい、こちらですね、まあステンレスダッチオーブンと言われてるだけあって、分厚いステンレスでできてますね。1枚でできてます。4ミリのね鋼板で作られていて、熱をねこう逃がさないんですよ。で重いです、蓋とか結構重いです。鍋も重いんですけどね。なんでこうやって蓋をするだけで圧力鍋っぽいこともできちゃいます。このステンレスダッチオーブン何がいいかというとですね、まあ一番の理由はね、手入れが楽なんですよね。とにかく楽、手入れが楽ちんなんです。普通の中鉄製のダッチオーブンはですね、まあメンテナンスが必要なんですよね。鍋を使うにあたって薄くこう油の膜をこう貼るといったイメージかな。まあ新品で例えば中鉄製のダッチオーブンを買ったとしたら、まず表面についてるワックスをこう取らなくちゃいけないです。これを取らないとなんか作った時にすごいこうなんかもう臭いというかね、もうワックス臭のする料理ができちゃうんですよね。そういうのを防ぐためにまずワックスを落とす、いろいろあります。油を引いて焼き切ったりとか、
くず野菜を入れて軽く炒めてワックスを吸ってもらってこう捨てるとかね、そういった作業をねしなくちゃいけないんですよね。料理をするごとに、シーズニング油をこう塗り込んでこう成長させていくというとすごく聞こえはいいですけど、まあ手入れをしていかないとすごく悪くなっちゃうんですよね。中鉄製のものは自分の買ったこの外のステンレスワッタッチオーブンはもう家で使ってる普通の鍋と全く同じように使うことができるのが一番の特徴といっても過言ではないと思います。食器用の洗剤でガーッと洗って終了と。ステンレスっていうだけあって錆びにくいです。すごく錆びにくい。家でもたまに使うんですけど、いわゆる残った汁物とかを放置しても全然こう傷まないんですよね。カビたりはしないんですよ。 IH ヒーターとかも使えるんでまあ便利ですよ。圧力鍋としても使えるし、普通にフライパンとして焼くこともできるし、まああとはこんだけ重くて分厚い鉄板なんで頑丈ですね。はい、これでねバケツドッキリとかねこいつでされたらまあまあ大怪我しますね。はい、こんな感じでねそこにこう敷くための網がついてたりとか、まあ別売りですけどこういったものもあります。いわゆる鍋敷きですね。一時的にこう避難させるための足としたりとか、まあ適当なものを置いたりとか、他のフライパンを置くためにとか結構便利ですよ。まあ基本的には誰でもいいと思うんですよ、こういうのって。このステンレスダッチオーブンすごく僕みたいなねペーペーの素人でもいいと思うし、すごいアウトドア慣れてる人でも下から火やって上に炭を置くってことももちろんできますし、本当にすごく万能な鍋かなとは思います。けど僕が思うこれの合わない人はですね、シーズニングメンテナンス、これがそもそも好き楽しいっていう人には逆に向かないかもしれないですね。やっぱアウトドア好きの人っていうのは楽したいっていう人もいると思いますけど、あえて手間を楽しむというか、あえて手間をかけることが良い、いいんですよっていう人も結構いると思うんですよね。自転車のねメンテナンスが好きな人もいるように、ダッチオーブン、こういったダッチオーブンをシーズニングとかでメンテナンスする人が好きな人ってもう絶対多いと思うんですよね。中鉄製のダッチオーブンをこう丹念に丹念にこうねシーズニングを繰り返ししっかりとメンテナンスをして育てて出来上がったのかっこいいブラックポットってよく言われるね鍋をね皆さん思い浮かべると思うんですけども、あれって最初からああじゃないんですよ。じっくりとこう自分であの形を作っていくものであって、かっこいいその、まあ、ブラックポットで作る料理っていうのはやっぱり絵になるし、まあかっこいいんですよね。まあステンレスダッチオーブン、これも使ってればこんな感じでちょっとこうね、もともとギンギラギンだったんですけど使ってる感は出てきてるはいるんですけど、やっぱりブラックポットはかっこいいと思います。個人的にはこれもいいけどね。アウトドアっていうのは機能とかも大事だけど、やっぱ見た目とか雰囲気っていうのがもう個人的には一番大事なのかなと思ってます。なんでブラックポットとか料理とか、その料理に盛るためのお皿とかそういったものにも気遣って、こう自分の中でのアウトドアの雰囲気を楽しんだり作っていくっていうのはやっぱりこう醍醐味といいますか、楽しいものなんじゃないかなと個人的には思うので、やっぱそういった本当に結構こだわる人、ブラックポットに憧れるような人は中鉄製のねダッチオーブン、あえてそういう手間を楽しんでいくのもあれなのかなと個人的には思いますね。ということでね、だいぶちょっと長くなっちゃったんですけども、俺のダッチオーブンはこれだということでね、外のステンレスダッチオーブンをちょっとね紹介していました。ということでね、久々にアウトドア系の話をしました。まあ家の中で申し訳ないんですけどね、本当は外でできればいいんですけど、アウトドア好きが結構僕のチャンネル多いみたいで、まあ僕もねアウトドア好きなんでよく行くんですけども、僕言うてもチャリ系のチャンネルが多いので、まあアウトドア系もやっていこうとは思ってるんですけども、まあ、もしもっとねアウトドア系の動画を見たいっすっていう人がいればぜひねコメントとか高評価をしていただければ自分もやる気出るんで応援してもらえればなと思います。ということで健太さんでした。お疲れ様です。また紹介します、いろいろと。ほらこれとかこいつも良かったんですよ、こいつも。